こんにちは、さくらこです。今日は久しぶりにスムージーの動画を撮りたいと思います。今日の材料はパイナップル、しょっちゅう使ってます。次はオレンジとキウイです。どこにでも売ってます。あとは今日は赤いスムージーが飲みたいので冷凍のミックスベリーを使います。パイナップルはいつものように飾りの部分とスムージーの部分と分けます。芯もね使います。どうかな、このミキサーだとちょっと残るかもしれません。みんなのミキサーはどんなミキサーですか？普通の1万円ぐらいなの？ 5,000 円ぐらいかな。そういえば今日は2層にしてみようかな。まずパイナップルだけをミキサーにかけます。パイナップルだけじゃちょっと回りづらかったんでオレンジも入れました。これをまずグラスに少し、半分ぐらい入れます。で、全部入れないのが味噌です。残ったパイナップルとオレンジにミックスベリーを足します。はい、そしたらこの上に今混ぜたブルーベリー、あ、ミックスベリーだ、ミックスベリーを混ぜたのを2層にします。ちょっとねこのミキサーだと混ざりづらいから大きいなんかダマダマみたいなのがありますけど、あまり気にしないでください。よし、見えるかな？見える。あら、でここに今日入れた材料を小さく刻んだものをトッピング。あ、そういえば質問で、この果物が沈んじゃうっていうメッセージが来たんですね。で、多分それはミキサーを回す時の水分が多すぎたんじゃないかと思います。サラサラになると沈みやすいですよね。スムージーがサラサラになるとこの乗せたトッピングが沈みやすくなります。水分は、最小限でできた方がいいかな。出来上がり、2層のスムージーです。美味しそう。見えるかな？下がパイナップルとオレンジで、上はその残りにミックスベリーを混ぜただけです。ミキサーは洗いません、途中で。で、上に乗ってるのはパイナップルとオレンジと、ミックスベリーとキウイ。キウイはスムージーに入れると色が汚くなるので、スムージーには入れないで飾りに使います。見える？こぼれるよ。綺麗だね。じゃあいただきます。パイナップルが完熟で美味しい。おいで、おいで、食べる？はーちゃんが来てる。おいで。よいしょ。おっとっとはいちゃんも果物好きだもんね。はい、じゃあお利口にしてください。何あげようか。じゃあ美味しいからパイナップルにしようか。マロちゃんも来た？はい見えるかな？マロちゃんも、はい、痛いよ、肘打っちゃった。はい、マロ
まるちゃんも、まるちゃんはね、何にしようかな。キウイか。はい。見えない？見えてる？うまい。うん、みんなでこうやって楽しんでまーす。みんなも作ってみてね。じゃあねー。